こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。やっほー。お疲れ様です。てか。明日チャートリじゃねっていうお話、明日チャートリじゃねっていうお話っていうか、あと話したいことがいっぱいあって、明日チャートリじゃねっていうお話じゃね、ハロウィン、明日土曜日か、明日って土曜日なんや、明日が土曜日なことに私はびっくりしてる、明日土曜日なんや、初めて知った、土平日かと思っちゃった、公園女子公園だから土平日かと思ってました、明日土曜日か、明日公園来る方楽しみにしててほしい、多分サプライズがあるかも、サプライズがあるかも、明日公園来る方楽しみにしててほしいな、サプライズがあるかも、サプライズがあるかも、すっぴんだよ、メイクしてない、テロップにすっぴんって言おうと思ったけど、お話し会のことを入れてるからあれかなと思って、エムステね、おめステね、すごいよね STU、 でも自分出ないから、選抜だからね出るのは、あとあれ、あの歌謡祭みたいなやつもちょっとやばい、名前忘れちゃった、あ本当にごめんなさい、失礼に当たるから、私がツイートしてたすごいやつね、そうそう、歌謡賞ベストヒット歌謡賞も選抜が出るから自分出ないんですけど、そうでも本当にすごいマジで STUSTU すごいマジで紅白いけるんじゃない、でも紅白いける気がし気しかないんやけど、これだけに紅白いけんかったら どんな感じなんて感じだから、紅白いけそうな気がする、すごいの、福さんハートありがとう、チュンパチュンキュンズッキュン、福さんハートズッキュン、ありがとう、嬉しい、猫ちゃんもありがとう、猫ちゃんかわいい、ありがとう、紅白いけるよね正直、知らんけど私運営さんじゃないし何とも言えないけど、紅白いけるでしょもうこのままだと、あでも紅白でも多分自分あれなんで、でも本当になんかでもそうなんて言うんだろう、まあ、個人的にもそうですけど、でも STU の長さ知れることがすごいことやん、だからすごい嬉しいなって思います、なんかすごく嬉しい、でリオツン見てくれとるくない、たま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 見つけてしまった、リオツン見てくれとる絶対みんな気づいてないでしょ、私見つけてから、これで私リオツンのオタクだから、悪いけど一番のトップオタクですよ私、リオツンの、私みんなより早めにリオツン見つけたから、たまたま見たらリオツンがいたの、一番下に、一番下の壇上にリオツンおるわ、でもリオツン、リオツン小学生だからコメントできないんちゃう22時で代わりに私がリオツンの代弁したいよか、そうリオツンヤッホー嬉しい、リオツン小、私の中は私の中でリオツン小学生なの、私の中でリオツン小学生なの、でも研究生たちはみんな小学生、でもあずみんが同い年っていうバグよ、あずみんが同い年っていうバグ、バグが起きてる、私はもう信じられない、あずみんでもないですよ、トミー
さんタコありがとう。普段さこんなあんませんのに嬉しい。やばいよな、信じられんよマジで。てかもうさめっちゃ嬉しいマジで。もうでもこの配信見に来たらもう終わりよこの世の終わりは悪いけど、この配信見に来たらほんまにもうでも良くない、教育に良くないんでマジで。ほんとに頭おかしくなるよ。りょうちゃん賢いからさマジで頭おかしくなってほしくない。ちょっと頭界隈にはちょっとりょうちゃんまだ早いかもこの配信はまだちょっと早いかもしれないええ福さんかぼちゃありがとう。パンプキンうめえ、ありがとう、嬉しい。いや寒すぎてもうやべえわ。てかさみんなからの大福届きました、ありがとうございます。いただきました、食べてないけどまだ。なんかいちごなんか食べ、なんかたまたま普段なんかあんま達成せんないけど、ショールームでなんかやつなんかたまたまそのイベントとかぶっとってなんか達成できてみたいな、達成できてみたいな感じで、でなんか嬉しい、ありがたいことにあの生菓子じゃねえ、あの和菓子いただきました。なんか大福みたいな、フルーツ大福みたいないただきました、フルーツ大福みたいないただきまして、もういただきますみたいないただきますみたいな感じで、うん、そうそうそう、もらいました。なんかいちご味とブルーベリーとあとパイナップルとあと桃のやつと、なんか中身だけ開けたんよ。そしたらめっちゃでかくて、こんなでかかった大福。それが 1,2,3,4,4,4,2 が8、8個も入っとった、8個も入っとってすごかった。タクパパありがとう。お化けありがとう、嬉しい。ハロウィンさ今年なんかするかなと思ったけど、ハロウィンイベント、あ、収録なんか別のお仕事入ってて、私餅はそんな普通なんですよね。でもフルーツ大福は好きですよ。でも本当にありがたいですよね、めっちゃ嬉しいマジで。餅は私そんなになんですよ。でもあの雪見大福とか大福系は大好きで、なんかさ私あのお正月の鏡餅みたいな、なんか四角いなんか焼き餅があんまなんか表面がパリパリしたお餅がそんな好きじゃないんですけど、なんか雪見大福とかなんかそういう柔らかい餅、私も年なんで、うん、私おばなんで、おばちゃんなんで、あの柔らけえ餅が好きですね。あの表面があの乾燥してない餅が好き。あ、そう、霧の森大福とか、霧の森大福とかめっちゃ好きです、美味しい。え、なんか生誕ティーみんな届きましたか？生誕ティーなんか事務所にあるみたいなおっしゃってて、明日取りに行こうかなとかと思ったけど、生誕ティで雪見大福のさ、え、美味しいよな。え、そう、表面がプリプリしてない餅が好き、美味しいよな。え、てか雪見大福の中身が好き雪見大福の中身が好き、私は一番雪見大福の中身が好きです、美味しい。雪見大福の中身が好き雪見大福の中身が好き。もうさ、てかマジで申し訳ない、てかもうマジでメイクしなくてごめんなさい。でも明日は公演なんで、明日は公演終わりに配信しようと思うんで、明日はちゃんとメイクしてるから、あの今日なんかやべえと思った人は明日配信来てください。そしたらメイクしてるりんちゃんが見れるから。てか前髪どうしよう、なんかさ結局さ今この前髪は新しい、でも公演でさなんかこの前髪ってあったらさちょっと怖いんやけど、いけるかな。明日パッツンでやってみて、配信見てブスじゃなかったらもうパッツンでいくかも。でもこのパッツン前髪なんかいいって評判で、メンバーに合ってないけんな、正直ファンの方が言うからな、ちょっとなあれだよな、お世辞が出たらちょっとお世辞だったら困るで。え、正直ブスかブスじゃないかちょっと正直に教えて。でもそれで本当にブスじゃないって言ってマジでブスだったら本当にもうそれはちょっと事故なんで、逆に正直問題
責任取るぐらい可愛い。お洗濯機で可愛い。あ、じゃあこれでいこう。じゃあこれでいくわ。え、てかあの仙台来てな、名古屋とか仙台とかなんか行きたい、旅したい。パッツン前髪好き。え、マジ嬉しい。すっぴん。あ、でもリップは塗ってますよ、さすがに。リップは塗ってるけど、それ以外はマジで何もしない。嬉しい。髪の毛もサラサラやるし。旅したいな。旅したいよね。え、なんか一緒に旅せん。一緒に旅せん、みんな一緒に旅せんか。ララビューララララララ。 TikTok 撮りたい。 TikTok 撮りたいな。 TikTok 不足。 TikTok 撮りたい。え、でもユニバ行きたい、ディズニー行きたい、もういろんなところ行きたい。ユニバも行きたい、ディズニー行きたい。そしてなんか宮城とか行きたい。東北行ったことないよな、ズミに。てかさ、宮城とかさ、もし行くんだったら、え、なんかさ、あかりんさんとか結構旅してるやん、島根とか。東京とかさ、なんか飛行機とか新幹線とか行けるけどさ、逆にさ、広島からさ宮城ってどうやって行くんだろうって感じ。なんか東北想像つかん。広島から宮城とかさ、広島から名古屋ってどうやって行くんだろう。名古屋は新幹線か。広島から仙台ってどうやって行くんだろうね。青森とか。TikTok さあ、あれ運営さんが載せてくれたんよ、撮ったやつを。で、いつ上がるか分からんくってため撮りしてるから、結構上がった頃には顔変わってるかも。新幹線も飛行機もある。マジ？まだ何でもあるか。何でもあるか。何でもあるよな、すや。新幹線も飛行機何でもあるわな。正直問題。何でもあるわな。てかさ、マジで皮膚科行こう。マジでもう本当にアトピーやばい。もう本当にやばい、マジでもうアトピーやばい。なんかもう本当にさ、冬の乾燥とかでアトピーやばいし、なんかもう本当にいい加減にせえって感じ。いい加減にして。11月はもう配信やりますから。あの、宣言したら続かない人間なんですけど、あのなるべく配信するようにするね。11月マジでもう今月終わっとった、全然できてない。マジでもう本当に終わっとるって感じで、多分みんなそろそろ私不足なんで、多分会えてないし、なんでちょっとまあよろしくお願いしますってことで。インスタライブして、てかもうこれ何十回目、インスタライブしてって言ってさ、なんかもう結局全然できてないし、いい加減にしてほしい。自分いい加減にし、いい加減に、いい加減にしてほしいって思って、もう口癖かも。いい加減にしてしか言ってない、マジで。新幹線、飛行機、私なんか一回なんか一人で沖縄行こうと思ったんよ。でもなんかお仕事とかぶって行けなかったんですよね。だから飛行機の乗り方はわかる。なんか乗ったことあるけど一人ではなくて、でもなんか覚えてなくて、飛行機の乗り方でもそんな難しくなかった気がする。飛行機乗ってみたいな。でも二十歳になるしね、もう言うて。今日も可愛い、え、嬉しい、ありがとう。もう今日マジすっぴんで本当に顔死んどるけん、あのもし可愛いりえちゃんが見たかったら、明日なんかもうメイクしとるりえちゃん見て、明日公演で、明日公演終わりに配信しようと思っとるけん、明日多分可愛い。髪の毛もくるくるで。そう、なんか一人旅好きすぎて、なんかもうなんて言うんだろう、どっか行くとか宣言なしに勝手に弾丸で次の日とかに決めて、前の日とかに決めて、あ、行こうと思って一人旅よくしてるんですよ。神戸とか、うん、とか大阪とかも行ったし、神奈川とかも、横浜とかも行ったし、
北海道と沖縄行ってみたい。北海道と沖縄と名古屋行ってみたい。北海道と沖縄と名古屋。東京は結構お仕事とかでも行くから、東京はもうあれだけど、あと博多とかも行ってみたいな。長崎とかハウステンボス行きたい。そう、気使うことないし楽なんですよ一人旅って。なんかマジで息抜きになるっていうか。明日仮装する？え、分からん、何も聞いてねえ。もしするとしても言わんですよでもほんまに何も聞いてないマジで。もし仮装するならみんな何の仮装してほしい？私に。私さ、仮装何の仮装してほしいですか？3秒以内に答えて、3秒以内に答えて3秒以内に答えてください。もし仮装するなら何の仮装がいいですか？3秒以内に1、2、3 お話し会取った、ありがとう、嬉しい、よろしくお願いします。お話し会受付中、ここの下の URL から飛べますのでぜひ待ってます。みこ明日行く、待ってる、楽しみ、明日公演マジ嬉しい。じゃあいっぱいアピールして見つけるね。いっぱい迷惑にならない程度に騒いで。ナースあ、でもナースしたことあるな。ミコも私したことあるんですよ。一回ショールーム配信のイベント中にやったんですよ。バニーガールしたことないかも。リネチャイナ、チャイナさ結構さ評判よくね。リネチャイナ、リネチャイナなんかほぼみんな可愛いって言ってくれる。逆に他のコスプレして可愛いって言われなかったことないんですけど、リネチャイナは本当にみんななんか好きでいてくれてる気がする。天使、天使いいな。私今年悪魔になろうと思って悩んでたんですよ。でリコチの着てたパンプキンにするか悩んでて、そう結局ギャルになりました。ギャルした。お話し会の時ヤマンバギャルした。改めてギャル、もうギャルはなんかもうみんなに嫌われる。なんかみんなに嫌われて、これちょっと誤解を招かない言い方になっちゃって、マジごめんなさい。なんか私がギャルになった日に、なんか中身は変わらないのになぜかお話し会でなんか嫌いとかっていっぱい言われて、なんでみたいな、みたいな、うつみりねですけどみたいな、なんかもう今日いつもと違うから嫌いみたいな言われて、なんか私結構ショックで、ひどくないみたいな、変わんないやんみたいな、いつもと。そうだからちょっとショックで、なんかもう結構辛かった。いやなんかさ、でもさ事前にさなんか言っとったやばいですみたいな。でもそうなんかみんななんかそういうなんてコンプラ系のやばさで来ると思ってたらしくって、私はちゃうんよ。なんか理解してほしい、理解してほしい、マジでちゃうねん、ちゃうねんいや私そうちゃうねん。お仕事でもらうそういうのは全然あれだけど、プライベートでそうエロ釣りとかしないので、マジで、いやマジで本当にちゃうねん。そうだからみんな私がそういう系で来ると思ったらしくって、期待させてしまって、私が勝手にツイートをしたせいで。だから見た瞬間にリンタンはこうだと思ってたみたいな、結構ショックな声が大きくて、いやなんでやねんみたいな、いやほぼみんな笑ってくれたんやけどな、こっちはなんでやねんってなるし、こっちもってなるしそういう反応が来ると思わなかったから、だからちょっとショックで。ギャルは結構トラウマです。でもなんか私ギャルになった時にすごいなんか自信が湧いたんですよ、謎に。いつもとは違う自信が湧いて、なんか正味そのやっぱエスカノさん弁で叩かれるわ、
あ、なんかマジでちょっと関西人出てもってるわって感じなんやけど、あ、正味言わせてもらうとやな、正味、あ、ごめん、伊勢関西弁叩かれる、あの叩かないで、あの正味言わせてもらうけど、あ、なんかギャルになった瞬間になんか目の幅とかもアイラインって長ければ長いほどその幅が目になるからめっちゃ目がでかく感じるし、自分のしかも肌もなんか黒くしてるからなんか存在感もなくなるし、なんかもうめっちゃマジで自信湧いて、なんか超でかいんですよ、目がここら辺まであるけん、なんか嬉しくてなんか超可愛いって思ってしまったの、私は自分的に。なんか爪とかもなんかSTA は入って一回もネイルをしたことがなかったんですよ。だから久々にお話し会限定でその色を染めたことによってめっちゃテンションも上がったし、そうマジでそう基本ネイルダメだからめっちゃ嬉しくて、なんか 色がついたことが嬉しくて、私はもうめっちゃテンション上がってさ、なんかもう本当になんかもうめっちゃ嬉しくて、私はもう超可愛いって思ってしまったの。だからもう本当に可愛いって心の底から思ってしまった自分のこと。そうなのだからなんかまあ正直嫌いとかって言われても知らんやん、それあなたの意見ですよねみたいな、うん、ちょっと心の中のひろゆきさんが出てきたわけだから、まあエッカーって感じで、まあギャルあのやります、いつかまたえどっちって感じですけど、まあギャルやりますわ、うん、ネイル、え、そうちゃんと前日に2時間半ぐらいかけてネイルしましたよ、私頑張って。そうでもね、まあ年齢層が違うからね、正直まあ理解ある方とない方もいますよね、それはちょっとあ誤解を招かないちょっと言い方になってしまったんですけど本当に申し訳ない。でも結構なんて言うんだろうな、なんか結構イエーイみたいな、なんかりんちゃんおやさんって結構女の子とか結構若めの方が多いんですけど、なんかみんなイエーイって感じでもうめっちゃ笑ってくれた。ギャルね、またいつかやりたいです。あのギャルで使ったつけもまだあるから、ちなみにギャルで使ったこれもうあれ以来つけてないんですよ、私あれ以来つけてなくて、ギャルつけもありますか。でも超気持ちいいな、このつけも。これまたいつかギャルするときにつけます。つけまつげとか人生で初めてつけた。なんかここら辺につけることによってなんか目がでかくなるからめっちゃ嬉しい、もう本当に。いやマジでこれなんかいいなと思いました、うん、ゲルマインドで楽しい。そうでもいっぱいね、楽しんでもらえて嬉しいです。なんか自分はなんかそういう系なんかそのなんかネタ系、あ、結構可愛い目のなんかコスプレしかしたことがなかったんですけど、ウェイウェイ系のコスプレもいいなって思った。そうなんかあんまさ、なんか結構安定やんみんな、だからあんま人と被りたくないからこそ、あの宇都宮先生はそうやって思いましたとさ、ちゃんちゃん。そうまあシナモン君もギャルだしね、シナモン君もギャルってことで可愛い、一番可愛い、シナモン君が一番可愛いやん、ほんまに。みんな今日何食べたの？みんな今日何食べたの？そういえば晩ご飯。みんな今日晩ご飯何食べたの？宇都宮先生。私も気づいたことがあって、あの何年かに1回しか言われん。リンタス呼びが嬉しい。リンタス呼びが嬉しい。もうこため、え、食べたい。え、それって本家？それって本家？え、麺多くね？麺食べたい。今麺食べないようにしてるんですよ。ええー、な。ちげ、え、食べたい。キムチとか食べたいな。もうこため、え、なんかさ、お店のもうこタンメン食べてみたい。なんかゆらちゃんがもうこタンメン大好きやん。で食べたらしくて美味しいみたいなことを聞いた気がする。めっちゃ昔、昇格ツアーの時。チキン、え、食べたい。韓国チキン食べたいな。いいな、マシそう。もっぱん、うん、マシそう。韓
韓国チキン食べたい。サラダチキンと卵のベーコンウインナーミックス、あ、いや全部つながりすぎて面白い。え、いいね、最高、健康生活やん。サラダチキンとかサラダチキン卵のベーえ健康生活やん。エビチリ、え、食べたい。いいね、中華いいよね。中華さ食べたらさ、なんか他のもの味薄く感じる現象なんなんだろうって感じ。中華って濃いやん味だから、他のもの食べたら味が薄く感じるですよ。レター見てくれた？まだ見てない、届いたら言うね。え、嬉しい、お手紙マジ嬉しい、プレゼントとかも嬉しい、マジで。でも最近あの事務所行ってもプレゼントボックス見てもあんまっていうかないからあんま見てなかったんですけど、見てみます、嬉しい、送ったら教えてほしいです。そう、最近全然入ってないから油組の油そば、え、美味しそう。油組ってあの赤い丸の油って書いてあるやつ。え、あのさ、人生で一回だけ食べたことがあるけどもう覚えてない。え、顔かわいい、マジで。え、これすっぴんだよ。リップだけ塗ってるけど、ほんまに、それは嘘。ありがとう、嬉しい、それは嘘。いや、ありがとう、嬉しい。え、でも明日の方がかわいいと思う。明日はちゃんと公園でメイクして髪の毛巻いているから。レバニラ、え、食べたい。中華と麺多いな、中華と麺多いな。みんなってさ自分で自炊する？私はお味噌汁作って煮物も作りました。うつみさん成功したよ。大根と鶏を煮たものを作りました。寝る前に深夜に作って次の日に朝食べれるようにした。あとレタスを初めてちぎって、人生で初めてレタスをちぎったんですよ。レタスって難しいかなと思ったけど、ちぎるだけで簡単だった。あと春菊じゃないわ、水菜とレタスのサラダを作って水菜を初めて切りました。あのサラダとして、鍋として切ったことあるんですけど、サラダとしては切ったことがなくて、水菜サラダとして切りました。もう水菜って生で食べれるんで、知ってた？みんな、なんか今までさ、なんか洋食屋さんとかさ、レストランとかカフェとかの水菜のサラダを食べて美味しいみたいな思うがん。でもあれ、私なんか調理してると思ってさ、水菜って生で食べれんと思ってて、で水菜を生で食べました。そうなんですよ、バンバンジー、え、美味しそう。バンバンジーいいな、バンバンジーって久々に聞いたな。バンバンジーサラダ、え、なんかさ給食でさ、今日の献立バンバンジーサラダ、お味噌汁、お味噌汁サワラの味噌煮、バンバンジーサラダみたいな。え、なんか喋ってる人おらんかった？給食おってない。 おにぎりと味噌汁、え、健康生活すぎん？でもほぼ一緒よ、私も一緒よ。北極ラーメン食べたい。え、ゆらちゃんツイートしとったよね、めっちゃ昔に。嬉しい、え、てか私さ見たい映画があったんやけどさ、もうなんか映画見に行ってなさすぎてさ、見方もわからなくなってきた。映画見に行きたいな、でもなんか覚えてない。なんかもうなんか君の名は的なやつの映画があって、なんか 2話に分かれてるみたいな、どっちか、なんか一つはバッドエンド、もう一つはなんかいいエンドで終わるみたいなやつがあって、それが見たくて私。でも見てないな、そういえば。前に油は春夏亭かな、そうなん。え、ち、油麺分からんな、油麺分からんな、油屋さん。嬉しい、顔好きってさ、なんだかんだ一番の褒め言葉じゃない？私言われて一番嬉しいかも。面白いと同じぐらい嬉しい。私面白いって言われるのめっちゃ好きなんですよ。なんなら顔めっちゃ可愛いって言われるのも嬉しいんですけど、可愛いって言われるのと同じぐらい私はあの面白いって言われるのが好きで、でも面白いって言われたらマジで嬉しいんですよ。私マジでもうなんか脳みそがあのマジで本当にあれなんで、面白いって言われるのがもう本当にお笑いのだから、なんかもう
ネタ常にネタで生きてるんで面白いっていうのめっちゃ嬉しいんですけど、上サイトに並ぶぐらいもう嬉しくてもう超ハッピー。うん、タンプレ当日すぎるかも。え、嬉しい、全然ありがとう、マジで、マジで嬉しい。だからねんちゃんさんがさくれたプレゼントとして着てるからね、言ってないだけで。多分着てる本人は気づいてると思うけど、お手紙最初に、え、書いてほしい、マジで、なんかマジ頑張れるかやん、マジで。最近全然手紙コンクってさちょっと寂しいんで、だから来てくれてから手紙届いたら、その分届いてないからこそ届いたら嬉しい。うん、ちゃんと見てます、いついつマジありがとう。なんかこう見せたりしたいんですけど、配信とかでなんか個別的になっちゃうからあれかなと思ってあれなんですけど、ちゃんとあれしてますからね、着てるからね。でも可愛いって言われるの大体りえちゃんさんからもらった服嬉しい、マジで可愛いというの。え、やばくない？さすがに嫁じゃね？煮物ってさすがに嫁じゃね？子供ならママが作って、え、本当に羨ましい。自分さ、マジでもう自炊、なんかマジで今のうちにもういっぱい甘えといた方がいいと思います。もうこれは内海先生から言わせていただきます。あの岡山県出身の内海先生が言わせていただきますが、マジで親がいる時に、父と母がいる時にもうしっかり甘えさせていただいてもらっていいですか。もうほんまにな、一人暮らししてな、もう大泣きするわ、大泣きするけん、もういっぱい今のうち甘えてください。明日初めてリエンタンに会える。え、初めてだっけ、ほんまに、え、嘘、え、初めてだっけ、ほんま、え、嬉しい。でもえ、初めての気がせんかった、ありがとう。え、もういっぱいアピールして、あの迷惑にならない程度にいっぱいアピールして。見つけるね、ピンクとブラックのペンライト持った、ピンクとペンライトのブラックも持った、もし持ってないんだったらなんかこうやってやって、こうやって、多分これ STN の現場でこれやってる人いないから、STN の現場でこれやって、推しから絶対あのファンスがもらえるやつらしい、TikTok よく、こうやって、これやって、DNA、これやって、あの絶対これおらんけん、これ誰一人、今のところ誰一人おらんけん、これやってくれたら絶対見つけます、お願いね、頼んだよ。いないのね、これおもろいな、こうやってみんなやっちゃう、いや絶対にやっちゃう、おじさんやらんけ、もうやってな、いやあのね、わかんない、どうなんだろう、後ろの人がいても、いや、やってる、わかんない、うちわかんないからな、みんなのあれが。でもまあ全然やってくれ、誰一人でもやってないけん、やってくれたら見つけます。でも優しいね、後ろの人があって、ちゃんとさ後ろの仕事考えてあげてるん、もう嬉しい、よろしくお願いします。みんな、いやマジで本当に、みんなもっと頭おかしくなっていいんだけどね、みんなもっと頭おかしくなっていいよ。なんか結構さ、みゆちゃまさんってさまともになってきた気がする。他のファンの方と比べたら結構頭かっていうか、なんかあれなんですけど、なんかもう結構まともになってきたやん。だからさ、みんなもちょっとさ、もうちょっとふざけていいよ。なんか私はなんか面白いのが好きだから、もっとなんかお話し会とかでもなんか叫びまくっていいんだよ。って叫びまくって。私は面白いのが好きだから、あーりえちゃんって叫びまくって、リアルお話し会でも、マジ他の人たちに自慢しまくろう、私たちの空間を、私たちのお話し会の空間を、他のメンバーのファンの方に自慢しまくる。そしたら多分ね、そしたらね、多分ね、あの他のファンの方は引いてね、もうりえちゃんをしたくないって思われるから、逆効果になってね、ちょっと悲しい結果になるんですが、まあ嘘、そんなこと置いといて、私はもうね、あのマジで、私が言いたいのは、正直私が言いたいのは、あの頭からファンの方でも対応できるよって話なの。なんかさ、りえちゃんのことが好きすぎて、あーりえちゃんとかって言ったら惹かれちゃったみたいなレポとかたまに見ると、え、私だったら全然対応するのにみたいな
思うんですよ。だからもっと10日でいいよ、10日でいいかな、マジで。あの捕まらない程度に、捕まらない程度に、捕まらない程度に、あ、10日でいいかな。マジやばくね、それはやばくねみたいな、警棒を持って振り回したりしちゃったらさすがにちょっとやべえ、私は引くけど、マジで普通にやばくないみたいな、うん、ブレイキングダウンみたいにオレーとかってなんか急に殴りかかってきたりしたら怖いけど、私は姉ちゃん好きとかもう大好きとかもうめっちゃ嬉しくて、マジでめっちゃ好きなんだよ、もう好きとかいっぱい言ってんの。ブレイキングダウンみたいにオレーとかってうちにいるのにどこやオレーって喧嘩しに来たぞとかって言い始めたら私は怖すぎて、あのってなるよ、ブレイキングダウンじゃないんだからってうん、そこからミカル君呼んでこいとかって言い始めたら私は何も対応できんよ正直。でも喧嘩自慢とかって言い始めたら私は対応できんけど、あのまあそんな感じで、あのやばい、なんか本当に警棒とか振り回さない限り大丈夫だから。うん、マジで本当にそんな感じえ、そんな感じ。草刈木さん DNA ありがとう、嬉しい。え、これ本当にさ、あの DNA にしか見えない頭の、え、そう、なんか一番後ろの方とかはじゃあこうやってやってな、こうやってあの最前列とかなのにこんなことやってたらちょっと多分おい見えんじゃろがいなって多分苦情が来ると思うので、勾配に勾配、え、勾配に切ってさ、岡山県出身だよないや本当にすごいですよね、勾配きちいぞって本当にごめんなさい。私なんか女枠の、女の子枠のブレイキングダウン出てみたいかも、なんか普通に気になる。なんか自分ウェイウェイ系とかではないから、いざ出たら多分本当にもうなる、泣く気がするけど、一瞬で多分ドクター審査入るけど気になる、普通にブレイキングダウン勾配きちいぞ本当に頭おかしい、ごめんなさい。てかブレイキングダウンの話したらアイドルなんかおらん気がするんやけど、でもブレイキングダウンからなんかあのいっぱいアウトサイダーとかそういう話とかして、でなんか普通になんて言うんだろうな、あの格闘技ボクシングとか見るくなった、普通になんかボクシングとか見たりするようになった、ルールとかも少し分かってきた、楽しそう。だからプライベートでキックボクシングしてみたいなとかと思ったりしたんですよ。でもさ普通にさダイエット効果にもなるやん、有酸素で絶対きつい。でもいとこの家にジム、いとこの家ってジムがあるんですよ。なんかいとこの家がジムじゃなくて、いとこの家に、いとこって結構筋トレしてるから、いとこの家に筋トレのマシーンとか、あのボクシングのこういうやつ、殴るやつとかつってあって、ガチのやつが、もうガチの重たい、ガチの重たいやつがあって、一回なんかシュッシュッってやったらきつすぎて、もうなんかゲロ吐きそうになって、マジで本当に。だからもうびっくりしました私は、うん、そうジムがある、あっていとこの家に、すごいよねマジで。そうなんです、かっけえよ、家にジムとか羨ましすぎ。そうちゃんとしてガチの、あの自分が行ってるジムに置いてあるマシンが全く同じものが置いてある、そうすごいよね。そうサンドバッグ、そうなんかいとこはボクサーじゃないです、いとこはボクサーじゃないけど普通に趣味が筋トレとかで置いてる、すごいよね普通に。そうでも全然岡山帰って、そうあれなんで、いとこちゃん北海道行ったらしくて、そういとこ北海道行ったらしくて、でなんかそう母からあのお土産が届いて、いとこなんかその白い恋人
もらった、めっちゃ嬉しかった。もう本当にトギ面白いマジで、あ強いとかって分かるくなった。そう北海道行きたい、北海道行きたいよね、北海道行きたいってね。本当にみんなさ、逆にどこ行きたい、今どこ行きたい。寒いじゃん一応。でもさ寒いけどさ、寒い時に行く北海道って結構魅力あると思うよね。自分魅力的じゃない、魅力あると思うって、なんか結構上からみたいな言い方なんだけど、全くそういう意図はなく、え魅力的じゃない、めっちゃなんかすごい魅力的じゃない、上からの北海道って。上からの北海道って何なの、上からサウンドバッグが連れ去ってあるっていう絵図がずっと頭の中にあって、だから上から北海道って言ってた。あの雪が降ってる北海道ってとっても魅力的でいいですよねっていう話です。沖縄行きたいよね、北海道、北海道行きたいし、あの私名古屋と行きたいな、名古屋、仙台、茨城とか東北行きたい、長崎、博多とか行きたい。沖縄は修学旅行で行ったことがあるんですけど、修学旅行でその行ったメンツがちょっと本当にあれで、地獄で最悪な思い出があってトラウマなんで、一人で北海道沖縄行って、そのトラウマを回避させようと思います。そうマジでそんな感じ。九州行きたいな、広島、え広島来てよ、えてかいつ待ってるけん連絡して早く、え今あっちこの配信終わったら連絡して、てかいつ待ってるから私、広島と岡山だったら任せて、全然民泊させてあげるよ、民泊死ぬ民泊死ぬ、沖縄やん、民泊死ぬ、全然民泊させてあげるから、うちんち全然おいで、うん、もう全然民泊させてあげるよ、全然来てくださいって感じ、ウェルカムウェルカム、民泊死ぬ。山内とか行きたい、あとはまあなんか変わったところ行きたい。え今だになんか日本のあれ分かんなくて、でも47都道府県のシレットクイズ結構得意なんですよ、得意って公表してないけど一発で分かったりするんで、多分得意なんです。いえさえマジでえてかさ、逆にえなんかみんな一人旅する、逆に一人旅しますか、まず旅しますか。栃木行きたいな。いちごミルク飲みたいし、猿と対バンしたい。対バンしたい。猿と対バンしたい。猿と一緒に戦いたいですね。猿と対バンして人間の強さを見せつけてやりたい。昔そんなこと思ってませんでしたから、思ってませんかね、思ってませんからね、そんなことマジで頭がすぎて、ほん温泉行きたい、あ温泉行きたい、大分の別府温泉、温泉巡りしたことあるよ、楽しかった、ちっちゃい頃だけど、その時に食べたなんかもろみソフトみたいな、なんかきゅうりにつけて食べるさ、もろみあるじゃん、もろみのソフトクリームがあってめっちゃ美味しかったんですよ、めっちゃ濃厚なのにもろみのしょっぱ加減があってめっちゃ美味しかったっていうのがもう最高すぎて、なんかめっちゃ美味しかった、
でなんかタクシー乗ったんやけど、タクシーの運転手さんにお父さんがなんかタクシーでちょっと泊まってもらっとったんや、もろみソフトを食べるために。なんか5人家族なんやけど、タクシーの運転手さんに5人みんな食べとって、タクシーの運転手さんだけ食べてないの気まずかったから、お父さんがタクシーの運転手さんにソフトクリームをおごってあげとったっていうのだけは覚えてる。それだけは覚えてる。なんか多分それぐらいもろみソフトが美味しかったから印象的だった。なんかそれだけは覚えてる。できる。で家族みんなでさ旅行したい。めっちゃ美味しかったよマジで。いけるよな。あ、これよかったら食べてください。やったの思い出して、もうめっちゃ面白かった。なんか、ま、温泉、地獄温泉みたいなとかいっぱいあって温泉巡りしたんやけど、別府温泉巡りみたいな、その時になんか黒い卵があって、なんかすごかった。温泉巡りしたいな。え、てか大分、え、九州に来て、てか大分で食べたなんかハイチュウが美味しかった。え、てか私ご当地ハイチュウ好きすぎじゃない？なんか美味しかった。なんかプッチョとかなんか美味しかったな。とりあえずご当地ハイチュウ大好きです。自分プッチョとかご当地のハイチュウが美味しかった。カボス味のやつが美味しくて、美味しかった。なんか楽しかった本当に。分からん。え、なんかハイチュウ美味しい。え、だって沖縄の修学旅行行った時もハイチュウの思い出しかない。ハイチュウが美味しかったっていう。なんかもう多分誰かと行く旅行先って私多分トラウマしかないんで、家族以外というか家族といとこ以外と行く修学旅行、あ、でも小学校の修学旅行楽しすぎて楽しかった。え、小学校の修学旅行楽しかったな。小学校の修学旅行楽しかったな。自分小学校の修学旅行一番楽しかったかも。京都奈良だったんやけど、なんかでも京都と奈良プライベートでめっちゃ行っとって、でもなんか普通に楽しかったマジで。初お泊りっていうその小学生女子たち、うん、枕投げしたかったんやけどハウスダストの子って枕投げできなかったって思い出があります。そう、小学生の頃は広島だったの。あ、そうなの。でもさ、広島か小学生の修学旅行って広島かもしくは奈良京都のどっちかに分かれん。もしくは長崎か京都奈良か広島で分かれん。なんでなんだろうって思ったらさ、それって結構なんかやっぱ歴史があるかなって思って、そう歴史があるなと思って。でも岡山県だったんで近いってなって、多分京都奈良とかもなんか普通に私が行ってた小学校がずっとその京都奈良だったんで、多分それもあるけど、奈良京都だしでした。で中学校が沖縄だった。沖縄それもなんか伝統的、沖縄なんかずっと私たちの中学生は中学校は沖縄だったっていう。で高校はなんか選べたんやけど、アンケートで東京多くて東京になりましたね。北海道か東京かその他みたいなのあったんやけど、自分は北海道ってやってないけど通らんくって東京だった。どこの県が出身地点か、え、そうね、確かにそうだと思う。
なんか北海道って私もう行けない、もうなんかなんて言うんだろう、もう本当にプライベートじゃ絶対行けない国だと思ってて、その時高校時代の私は、今は全然行こうと思ったら行けるんかなとかって思うけど、その当初の私は北海道って本当になかなか、でも北海道ってなかなか行けんよね、ね、行けんから北海道行きたいなと思ってたんやけど、東京だった。修学旅行、やっぱ関東の人ってさ、修学旅行先とか変わるよね。大阪とか行ってるイメージあるな、関東の人って。ユニバ行ったとかってよく聞くかも。うん、金沢、え、金沢ってどこなん？金沢県？金沢ってどこ？え、申し訳ない、なんかさ、金沢ええー、ところよとかってよく聞くやん。でも正直分かんなくて、金沢って何？なんか金沢がええっていう場所は知っとんよ。金沢がとりあえず、あの観光地はとりあえず金沢やべえみたいな、金沢マジええみたいなっていうのは知っとんやけど、金沢ってどこなんみたいな感じで思ったりしてる。石川県か、なんか長細いやつでしょ、石川県。すげえな、石川県すげえな。なんかさ、サイコロのやつあったかな、サイコロ旅みたいな、あれしようかなと思ったんだけどさ、やめた。クレカ限定だったから、自分クレジットカード持ってないし、だからできませんでした。私立の高校だと海外が修学旅行先もちょくちょく、あ、確かに、なんか自分の通ってる高校の隣の高校とかはハワイとかはなんか選べたらしい。やっぱ私立だから、なんかハワイとかいろんなところ選べたんだって。ハワイ、グアムとか、なんか行きたいところ北海道とか、行きたいところ選べたらしい。でもなんか、そう、コロナとかでね、中止になってるね、高校生とかもいるからね、行けるだけありがたいよね。ちょうど ST に入ってすぐにコロナとかが流行り始めたら、最近その ST に入る前に私はもうこうあれで持ってたんで、メロンパンアイス一回だけ食べて、あ、東京の修学旅行で浅草行ったんですよ、最終日に。3日目なんですけど、3日目に浅草行って、浅草で1時間かな30分かな、どっちか忘れたけど、1時間か30分ぐらいしか時間がなくて、めっちゃ短いみたいな思ってたよ。で、私もなんて言うんだろう、マジで本当にマジであれだったんで、あの、まあ、一人でブラブラしてて、なんかメロンパンアイスのお店事前に調べてて、メロンパンアイスのお店美味しそうと思って行ったんですよ。なんか有名なところあるかん、浅草にメロンパンアイスの、メロンパンで有名なで、そこ行って買って食べて戻ってきたんですよ、一人で。そしたらみんな待ってるわけじゃないですか。で、まあ、まだその時時間じゃなかったけん、全然時間あったん、10分前とかあったんやけど、戻った時に整列しましょうみたいになって、整列しとったんよ、みんなが並んどる、みんなちゃんとおるかなっていう確認しとって。で、私一番名前が前の方、うつみのうだったから、女子のうって誰もおらんかったから、私一番前に待ったん。そしたら、あの、その時副担任だった先生が私の顔見て、うつみここに何つけたみたいな、なんかここになんか、あ、そう、なんかこれ言う前に、さっき何してきたんって言われたんで、私メロンパン食べてきましたみたいな言ったよね。抹茶のアイスが挟んであったメロンパンを食べてきましたって言ったら、なんか、え、ここにメロンパンついてるでって言われて、めっちゃ恥ずかしくて、顔見たらここにメロンパンがついてたんですよ。口の周りにメロンパンついてて、初めて知って、なんか私結構鏡とかって見る人間だったんですよ、常に鏡チェックみたいな。でもなんか
ついてる感じせんかとか見てなかったんよ。てかもうなんか時間ないと思って、でも10分余ってないんだけど結局時間ないと思って急いで食べたけん鏡見る時間なくて、見たらポニーいつもメロンパンついてるって言ってめっちゃ恥ずかしくて、もう結構あの顔が赤くなったっていうとあれでした。普段なんか私あんま恥ずかしいことがあんまないんですけど、めっちゃ恥ずかしかった。ここにメロンパンの、そうそう漫画の世界だったの。しかもさ見たらさ本当にチョン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 ってかがっつりついてるわけじゃなくて、うえーみたいなチョンチョンチョンだからマジちょあざといあざとなんかわざとみたいなぐらいな感じだったよ、さじ加減でわざとみたいな、自分あざといとかって思いながら、そうもう超可愛いとかって思いながら食べました。でもめっちゃ恥ずかしくてこうやってて、ええ本当に気づかなかったですってマジで気づかなかったよ。ちょっと街だったけん、しかもなんか結構緑ちょっとここで緑、めっちゃ恥ずかしかった、めっちゃ恥ずかしかった。いい顔あざといあざとくて何が悪いの、いやマジやべえとかって思いながら食べたエピソードでした。美味しかったマジで。いやもう一回食べたい、浅草行きたいな。浅草私2回とかしか浅草行ってみたい、行ったことあるのに行ってみたい行ったことないみたいな感じになって、うん、浅草行きたいな。浅草行きて倉敷の茶屋町にメロンパンのアイスのお店あったけどなくなっちゃいました。あそうなの、なんか日本一美味しいメロンパンアイスみたいなさ、なんかキッチンカーみたいなやつさ結構ぐる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 しとったんやけど自分の地域日本一美味しいメロンパンアイスみたいな、多分全国チェーン、大阪にもあるやん、大阪の道頓堀とかにある、なんか結構ぐる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 しとった日本一美味しいメロンパンアイスみたいな、そう食べたい、メロンパンアイス食べたいな。なんかメロンパンアイスはなんかちゃんとキッチンカーみたいなところで食べるのがいいよ、お店とか。なぜかというと、なぜかというと、なぜかというと小学生やん、なぜかというと美容飲めますと、なぜかというとなんかサクッとしたあったかいメロンパンに冷たいアイスが挟んであるっていうのが美味しい。そうだからメロンパン自体凍らしましたみたいなやつダメ、メロンパンのあったかい状態で冷たいアイスが挟んであるみたいなやつがうめ、あれが美味しい、あれ結構好きですね自分、うん、冷たいとあったかいだな、もう天才なよ冷たいとあったかいの組み合わせは。冷たいとメロンパンでも言って食べてないな、もう最後に食べた1っていうぐらい、うん、メロンパンの話せんかったしメロンパンの存在忘れとったかもしれん、やばい。メロンパン美味しいよな、ちっちゃい頃でも私メロンパン一番好きだったな。なんかメロンパンの上のクッキーが美味しかった、なんか上のクッキーっていうかなんかその縁がうまい、縁が美味しかった、何個もメロンパンの縁が何個美味しかった。で後から食べるなんかパンザパンみたいな味の、もう超なんかパンパンの匂いみたいな、あのこのちょっと酸味みたいな、なんかもうちょっと酸味っぽいあのパンの香りを食べるのも美味しかった。ちょっと酸味って言ったらさ、なんかそのパンがさカビ取るやつみたい なんか腐ってるやつみたいな言い方になったけど、あの腐ってないですから、わかる、あのパン独特のさちょっとわかる、あのパン臭、パンの匂い、あーこれパンやなっていう、あれも好きだったね、そんな甘くないやんけみたいな、周りのクッキーの部分が 甘くてそんな中身のパンそんな甘くないんかいみたいな感じのやつ、あのパンって感じのやつが好きでした、わかる。明日チャットで行く、マジ、嬉しい、楽しみにしてるね、うん、メロンパンの皮
美味しいよな。なんかあれ、なんか小学校の頃、マジでごめん、ほんと私さ、なんか話すエピソード小学校の頃しか言ってない。でも本当に小学校の頃のエピソード濃かったんですよ。小学校の頃になんかその○○ちゃんみたいな、やばい本名言いかけた、その本名、その女の子の本名ね、なんかその女の子がめっちゃメロンパンとか、なんかほん、あのメロンパンの焼いちゃいましたみたいなやつがめっちゃ美味しくてめっちゃ好きみたいなことずっと言ったって、いやそんな悪いんやみたいな、すげえみたいな。で1回だけ食べたことがあります。美味しかった、うん、美味しかったですね。でもさ、なんかあれはなんかメロンパンの皮にあんま感じるかも、結構感じそうで、あんま感じん、なんかもう一つのもの、柔らかいクッキーっていう分類に入って美味しい。でもやっぱメロンパンって皮ね、美味しいやな。メロンパンについてる皮を剥がすから美味しいのかなとかって思ったりもしましたね。私あのマジで一回メロンパイでもさアップルパイとかっていいやん。メロンパン死ぬ。でメロンパンもすいませんやん。メロンでさ思い出したけどさ、あのあれセブンイレブンの冷凍のメロンあるじゃないですか、あれがマジで美味しい、マジで美味しいの。あれがマジで美味しい。でも調べたら関東にしか売ってないらしくって、私はガンナイです。かんない、メロンパイ。メロンパイ。冷凍のメロンめっちゃ美味しいよ、セブンの。なんか冷凍のまんま食べるのもいいけど、ちょっと解凍させた方が甘さが出て美味しいの。でも何の話、あ、そう、メロンパンはあのちゃんとなんかパンにくっついてるから剥がすのが美味しいかなって思いましたっていう話でした。ちゃんちゃん、うん、なんかセブンは関東と近畿とあとどっか限定みたいな、東北とか限定で、あのこっち側には売ってない、こっち側には売ってないらしい、見たけど、販売地域見たけど。だからうち関東に、最近お仕事で関東に行った時は必ずセブンイレブンの冷凍メロンを買って朝に食べます。これはお約束だから、今度落語行った時も関東に絶対食べると思う。今日さ、私さ、よく考えたらさ、メロンパン食べたいね、メロンパン食べたいよね。てかもう23時34分だよ。もうそれやったらもう夜の0時までしてやるよ、夜の0時までしてやる。でも寒すぎてやばい、本当にいい加減にして、寒すぎて頭が欲しくなりそう。てかさ、すごくない？ STU2 回もさ、ミュージックステーション出るのすごくないですか？ありがとう、ありがとう、嬉しい、タワー、ありがとう、クさん。何のやつだろう。あ、キョンシーか、ありがとう、イエイ、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい、タワー、ありがとう、書くね、俺、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、めっちゃ嬉しい。キョンシーいいな、嬉しい、ありがとう。ハロウィン仕様だね。そうだね、だってもうハロウィンってさ、あとさ20、29、30、30、あと3日で終わるし、もう3日間限定じゃないですか、このさ。いや、ありがとう、めっちゃ嬉しい。ハッピースマイル、デリシャ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 、ハッピースマイル、 Thank you so much、 嬉しい、
あ、リネ、え、リネ好きって言うべきじゃん、いつも服さんがリネ好きべきじゃん、リネって名前書いてしまって焦ったと思って、よかった、汗汗って感じ。久々に書くな俺。え、ありがとうね。え、シナモンくんのキョンシーにしようかな。シナモンキョンシーにしよう。え、てか毎年さユニバのさハロウィンのホラーナイト行きたいと思うけどさ、毎年行けてない。音がする、やばい、預けて、殺人、殺人って書いてちゃった、ごめんなさい、殺人、殺人、なんかこれなんて書いてあるんだろうと思ってさ、殺人殺人じゃないよ、マジごめんなさい、なんか消してこ、イエーイマジでやべえ、本当にごめんなさい、悪意はない。てかさ今日さ落語のさ先生に嬉しいことを言ってもらえてさ、もう私もう頑張れそう、マジで、なんかマジ誕生日当日楽しみって感じね、ってな感じじゃん。やばい、めっちゃ上手くない服、シナモンくんがこうやって、え、マジ上手い、センスしかない、どうしよう、センスしかないよ。え、合わせますか、超ジラナッパ、懐かしい。え、なんかさツイッターにさめっちゃ懐かしいさ画像が流れてきてさ、あー何しんみたいな、もうめっちゃ懐かしくてもうびっくりした、腰抜けそうになった。なんかツイッターとかに流れてくるネタってなんかそれ流れてこないけど忘れてるなと思って、まあいいやね、ああなし、え、懐かしい、マジで本当にもうめっちゃ久々に嬉しかった、なんか懐かしさを感じて。え、パンプキン、ハロウィンなんでパンプキン描きます、グさんハッピーハロウィン、ハロウィンだよ、ハロハロウィン、ドシドシハロ、え、てかさうれしい、ドシドシハロウィン、福さんハロウィンありがとう、ハロウィンの塔ありがとう、イエイ、ありがとう、ハロウィンの塔嬉しい、ありがとう、シナモンくんのキョンシーにした、うまくない、ありがとう、ありがとう、めっちゃ嬉しい、売れたよ、イエーありがとう、マジでありがとうございます、ホーリーで、え、なんかさなんか一日って終わるの早いよな、なんかもう
23、24時になった瞬間なんかもう気持ちがリセットされない、なんかもう早すぎみたいな、足痛た気持ちがリセットされませんか、早いなっていう、なんかもうあっという間すぎる、うん、いやーだからごめんなさい、あの急に落語の演技が頭から読み切ったって何よみがえっちゃった、そうみんな自分のペースで頑張ろうな、マジ自分のペースで頑張ろうな、てかすごいよね、ミュージックステーション2回もね出るね、てかしかも今年ね2回出るってすごいよね、すげえマジで、花だれ STU マジすごい、自分は選抜だから出ないんですけど、え、そう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 、 M ステ出る STU 11月4日ですね、誕生日前日4日、あ、そういえば内海里奈の生誕祭が11月17日に木曜日にありますよ、受付が今日から始まりましたよ、広島県に、広島ですよ、広島でありますよ、ぜひお待ちしてます、土平日木曜日、あの一緒に出るメンツも公開されたのでぜひ、ぜひ待ってます、一緒に出るメンツも公開されたんで、でもなんか今年結構なんかあれもう超楽しみ、二十歳の生誕祭です、で二十歳になってからのお話し会もまだ始まってなくて、ここの URL から飛べますのでお話し会ぜひ待ってますよ、嬉しみ、リアルお話し会の6時間目かなが完売してありがとうございますって感じなので、ぜひ会えそうな日は待ってます、仕事抜け出していく、え、ありがとう、嬉しい、超嬉しい、もうゆく気をつけてきてね、事故らないように、絶対見つけるわ、もうその日はみんな幸せにするって決めてるから、いつもあの公園でみんなのこと幸せにしてるけどその日はもうみんなれんちゃんおじさんだと思って、まあ、れんちゃんおじさんでない方も全然生誕祭あの来てくださるので全然待ってもらえるかも、全然無理かもって感じなんだけど、ちょっと待って、マネージャーさんからGo, now!
業務なう。今度ねロケがあるんですよ。どういうロケかっていうとまだ言えないんですけど、すごいもうすごいグローバルアイドルですみたいなロケがあるんですよ。超楽しみで、それの台本が来た。ハッピーハッピーハロウィーン、ハッピーハッピーハロウィーン。少々お待ち、少々お待ちくださいな。少々お待ち。マジですか。楽しみなんですけど、楽しみなんですけど、いいわね。いいわよな。え？どういうこと？あ、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。業務完了。業務終了。今日詰め切った、そういえば。今日詰め切った。冬の時期ってさ、爪割れやすくない？冬の時期って爪割れやすくないですか？中学の時になんかストーブの前で、なんか私ストーブの前にたかってあの爪のクリームを塗るっていう作業を毎日してたんですよ、冬の時期。そしたら冬あの囲まれて、なんかもう爪のクリーム貸してあげた思い出があります。にゃー、みんな今日もお疲れさんま、お疲れさんまさん。お疲れさんまさんです。よく頑張りましたさ。生誕祭申し込みするよ。え、ありがとう、嬉しい、とっても楽しみにしていますね。うん、超嬉しい、ありがとう、本当にめっちゃ嬉しい、本当に。明日のチャードリ公演もぜひよろしくお願いいたします。するまあ、するよ。てかマジ明日どうしよう、髪型どうしよう、てか髪型悩み中。よく考えたらさ、明日ってさ19歳最後の公演じゃない？いや、よく考えたらっていうかガチやん、19歳最後の公演ですよ私明日。そういえばやばやばみじゃない、結構19歳最後の。生誕祭じゃない、そういえばヤバミちゃんじゃない、生誕T今日発送されたらしい、ギリ間に合わない。なんか私生誕T届いてるんで貸してあげようか、私の生誕T、私の生誕T貸してあげるよ、言ってくれたら。まだ開封してない生誕T、貸してあげるよ私の生誕ティー。
やばい、シナモンくん取れてきた。つけよう。え、やばい、19歳最後の公演っすよ。楽しみ。19歳最後の公演楽しみ。君の全然、え、てか君の名を見たかったな。もう終わっとるけど、絶対君の名を見たかった。そういえばもう終わっちゃったよ。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。なんか君の名に、君の名、え、君の名だっけ、君の名か、君の名に似てる映画があって、それが見たかったの。それが見たい。なんかリコチがワンちゃん飼ったらしくって、それのあれがめっちゃ可愛かった。それの写真が、ワンちゃんの写真が可愛すぎて、もうマジで天才さんチーム、取り締まり組長みたいな、マジ可愛すぎて、めっちゃ可愛かった。マジでリコチのワンちゃん、リコチのワンさん、ワンさん可愛すぎて。え、てかさ、ちょっとさ、めっちゃ可愛いさスウェットを探してるんですけど、全然なんか見当たらない。なんかタイプのスウェットがなくて、もう超可愛いディネちゃんが好きそうなスウェットがあれば、リーポンメールで送っといてください。なんか可愛いスウェット探してるんですけど、全然なんかお目当てのスウェットがないかも。お目当てのスウェットないかも。え、ワンちゃんなんか写真送ってきてくれたり、こっちがめっちゃ可愛くて、なんかみたいな顔だった。ほんまにごめん、これ悪意ないけん。みんな、なんか眉毛垂れとって、なんかめっちゃ可愛かった。かわちすぎて。そう。自由にシナモンくんとアナスイのコラボのセット。なんかね、いや、それ可愛いんだけど、なんか違うのよね。それは。なんかプライベートって感じじゃないかも。プライベートって感じのね、スウェットがね、欲しいんだよね。でもめっちゃ可愛いよね、それも。めっちゃ可愛いよね。てか、またクレーンゲームの配信しますね、そういえば。クレーンゲームの配信できるっぽいので。クレーンゲームの配信しますわ。またクレーンゲームの配信します。なんか欲しいニットとかあるんですけど、そうそうそう、え、どれが可愛いだろうなとか思って、スウェット、そう、新しいなんかスマホのリングみたいなやつがついたらしいんですけど、私はちょっとアクスタが欲しい。もうあのアクスタ絶対欲しい。自分20万、20万ポイントあれなんで買います。てかさ、ほんとに飯テロ、なんかいろんなめっちゃ美味しそうなスイーツとかいっぱいある。元嫁のフィギュアかわいい。あの、絶対に撮ります。アクスタ、もうアクスタ頑張って撮る。もうめっちゃ欲しい、あのアクスタ絶対欲しい。可愛いもん、アクスタ。アクスタ絶対に欲しい。なっちゃんゲット、え、そうなん、え、なっちゃん、え、羨ましい。何撮っとった、なっちゃん、何のアクスタ撮っとった、え、羨ましい。え、欲しいんやけど。え、あれ、え、あれ取れるとか天才じゃない？いや、無理やん。いや、でも次は絶対取る。悪いけど、次は取らせてもらうよ。いや、あれ取れるとか天才やな、普通に。
天才すぎん？無理っしょ。でもアクスタ取ってもさ、自分のアクスタがさ取れるか分からないよね、ランダムやから。それでもなんか私アクスタ欲しいな、自分のやつが当たると思って。アクスタ欲しい。なんかさアクスタってさプラスチックなのにさ、なんかすごい好きすごいプラスチックじゃん正直。でもすごい可愛くない？アクスタ考えた人天才じゃない？アクスタ考えた人天才。プラスチックなのに可愛い。アクスタ考えた人天才。結婚しよう。福さん、プラスチックの写真、プラスチックをさ一生懸命撮ろうとしてるの可愛い自分でもアクスタ可愛い。アクスタ考えた人天才すぎる。結婚しよう。じゃあ今日も13位からんでいきます。13位、つなさんありがとう。12位とくりんありがとう。11位さとくんありがとう。10位あんなありがとう。9位紅ジャケタルトありがとう。8位ハゼッチありがとう。7位南光さんありがとう。6位スーさんありがとう。5位渡辺ありがとう。4位おじゃまるありがとう。3位ロコポコ Thank you。 2位タクパパありがとう。そして1位がドゥルルパン13です。ありがとうございました。お疲れさんチーム、とりあえずシュワシュワンファンファン。お疲れさんチームでした。ありがとうございました。お疲れ様さ、お疲れ様、お疲れ様さ。僕が考えました結婚しましょう。いいよ。え、マジで考えてくれた、やべえ、ありがとう。ナンバーワン嬉しい、ありがとう。タマもありがとう。この他の方も星もギフトもたくさんありがとうございました。明日チャートリ公演来る方気をつけてきてください。19歳最後の公演です。そういえば、え、マジで本当に頑張りましょう。頑張ろうね。明日も一日頑張ろう。お疲れ様、いっぱい寝てね。お疲れさんゲーム楽しみにしててくださいな、しててくださいな。うんで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 んが前半出てっていうの知ってる？そういえば。お疲れ様です。人数があれだから、あ、じゃあまた明日バイバイ、おやすみ。お疲れ様、おやん。え、待って、言ったらダメかも